安保法制をめぐって集中審議が行われています。安倍政権を追い込もうと野党は結束を図りますが、中身の議論では各党や民主党内の意見がすれ違い、足並みが揃いません。そこで入り口論に戻って、法案は憲法違反だと攻勢を強めたい考えです。中継です。野党は総理の側近である磯崎補佐官が安保法制について法的安定性は関係ないと発言したことを問題視し、更迭を求めました。安倍総理、磯崎総理補佐官、更迭すべきではないでしょうか。法的安定性を確保することはもとより当然のことでもありまして、そこに疑念を持たれるような発言は慎まなければならない、これは当然のことであろうと、このことを踏まえてしっかりと職務に取り組まなければならない。自民党は理事会での謝罪で決着させたいとしていますが、野党は委員会での謝罪を求めています。また民主党の幹部は自ら辞任するのが当然だとして追及を続ける考えです。さらに野党としては安保法制の考え方についてそれぞれ意見が違っても、政府案が憲法違反だという点では一致しています。このため政府案と過去の政府答弁の矛盾点を浮き彫りにすることで違憲性を強調する戦略です。政権支持率の急落を受けて民主党の幹部は支持率 20% 台もあるとみて、法案反対の世論を背に一気に追い込みをかける方針です。